皆さんこんにちは、ケンダ MT バーです。今日はご覧の通り美濃とどろみマウンテンバイクフィールドにお邪魔しています。今日はねソロの練習ですね。だいたいねソロの時は家の近くの裏山で軽くね1時間程度汗をね流すぐらいのトレイルライドで終わることが多いんですけども、まあ、実際ね今日朝それやりました。しっかり朝やった上で今ちょうどお昼時間なんですけども、昼休みにもちょっと走ってみようかなということで少し、抜け出してですね、こちらにやってまいりました。もちろんね、ライドもするんですけども、ライドの動画をねここで一人の走ってるやつを皆さんにお届けしてもですね、特にね学びもないですし、メッセージもないということでコンテンツとしてなかなか成り立ちにくいなというふうに、ね、思いまして、まあ、せっかくここ来て今日むちゃくちゃ天気いいですし、まあ、普段ねガレージなんかでトークをねしているんですけども、まあ、今日はこのアウトドアの快晴の下でですね皆さんと、トークがねできればなというふうに思っております。今日は人もいないので喋りまくり、全然、ね、気兼ねなく話ができるので、超ラッキーですよねということでじゃあ何を話すねということなんですが、そうですね、そんなすっごいねためになることあまり言えないんで、恐縮ではあるんですけども、そうですね、この3年間、まあ、2021年コロナ禍でですね、在宅勤務がね爆上がりしましてですね、でこれはちょっと不健康だなということで、まあ、在宅のメリットを生かしてですね、自転車始めようかなということで休憩時間とかね、あとは仕事始める前とか仕事終わってから、近所をねサイクリングしてたっていうのがねスタートなんですけども、まあなぜかマウンテンバイクに、今、どっぷり使っております。まあ、私の資産っていうのは多分この3年間でさまざまなマウンテンバイクを楽しむ仲間たちと、まあ、出会えたということが、まあ、非常に大きいのかなというふうに思います。幸いこの美濃の周辺には整備されたトレイルもあって、まあ、この辺りはこの美濃マウンテンバイク友の会の活動、まあ、あるいは、ね、そのメンバーの尽力っていうのがものすごく大きいんですけども、結構ねこう里山をハイカーの方とか地元の人とかあとはマウンテンバイクを楽しむ人がね、まあ、共存できる社会づくりっていうのがですねある程度ねこうできている中での参入だったんで、まあ、非常にありがたいというか、マウンテンバイクを買ってもですね、まあ、すぐにトレイルに持ち込んで実際走ってみて、でうまくいかなかったことをねまた次改善してみてっていう、まあ、サイクルができたっていうのがめちゃくちゃ大きかった。まあ、なので、まあ、環境がむちゃくちゃ大きいところがあるんですけども、まあ、それ以上に、まあ、そういう環境をベースにですね、まあ、コミュニティがあるんですよね。例えば美濃のですね、まあ、有名なトレイルに行くとですね、まあ、ベンチに誰かが絶対にいると。でそこで、まあ、話しかけることによってその方と知り合いになり、でその方の知り合いとまた、つながったりと。でゲレンデとか行ったことなかったんですけども、まあ、そういった方々のおかげでねゲレンデ行きましょうということで、一緒に行ってですねそこで案内してもらったりとか、そうするとそこで出会った方とまた広がっていって、そのゲレンデのね、まあ、ローカルの皆さんとつながっていくっていうように、まあ、どんどんね広がっていったんですよね。まあ、なのでそのマウンテンバイク始めるっていうハードルもめちゃくちゃでかいんですけども、まあ、その後に継続できてる人ってめっちゃ少ないと思うんですよ。多分そういうところを、まあ、乗り越えていかないとやっぱマウンテンバイクっていうのはなかなかね趣味として定着しづらい部分があるのかなと思うので、まあ、私のこの3年間の経験をねこう少しブレイクダウンしてまとめましてですね、まあ、何がですね、まあ、今もね情熱を持って取り組んでるんですけども、自分をこう突き動かしているものは一体何だったのかなということをちょっと振り返って、まあ、3つにまとめてみました。でまずですね、今でもね楽しく続けられてるコツの一つって目標がねちっちゃいんですよ。むちゃくちゃめちゃくちゃちっちゃいんですよ。私は別にですね、誰それよりも早くなろうとかっても基本的にないんですよね。どちらかというとですね、まあ、昨日できなかったことを、まあ今日できるようになりたいなというものすごいねやっぱこうちっちゃな目標っていうのを、まあ、設定したのが逆に良かったのかなと思うんですよね。まあ、例えばねこうトレイルの中でもういつもそこの根っこ引っかかるんだという時にはその根っこの部分をなんとかねスムーズに走ることができないかと考えるわけですよ。
そうすると、まあ、その根っこをね、まともに踏んで、走行するっていう、生き方もあるし、根っこを避けるラインで行くっていう別の代替案もあるし、でそれがどん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 加速して進化して、どんどんね考えていくと飛び越えてしまった方が早いんじゃないかなと。飛び越えるためにはバニーホップができないといけないよね。じゃあバニーホップするためには基本スキルは何なのってことで YouTube を調べてね、で動画を見て、あの別にトレイル行かなくてもバニーホップは別に自宅でもできますから、家の前の空き地でねバニーホップやってみるみたいな。だから常になんかすっごいでっかい目標はないんですけども、まあ、ちっちゃい目標をねこう毎回なんか乗り越えてきて、まあ、今に至ってるのかなという感じはしますよね。あとね、かつての趣味でも全く同じ経験だったんですが、趣味がね続かない時って結構ね準備が大変なんですよ。最初はいいんですけども、これ長く続けてる時ってやっぱそれがねこうディメリットに変わってくるんですよね。で人間って何でもそうなんですけど、ディメリットに傾くとこのメリットよりディメリットが重くなりますから、行動が非常に弱くなるんですよね。そうなると続かなくなると、もうしんどいなと。ライド終わって整備しようと思ってもう泥だらけですよ。でね、あちこち泥入ってて、まあめんどくさいなと。で今やらないと、まあ、錆びるからって、まあ、洗車したりとか、もうそれも大変なんですよ。つまり行くたびにすごい大変なね思いをすると、これ先ほど言った行動が弱化してくる、まあ、弱くなってくるっていうんですけども、ディメリットが大きくなるんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、こうマウンテンバイクをね楽しく長く続けるためには行動の手間をなるべく省く、これが一番ですね。例えばどうしてるかっていうと、私の場合は朝起きて朝ごはん食べて仕事する前に30分あると、まあ、30分ライドしてこようっていう環境があるんですよ。乗り出すまでにガレージ行くまでに数十秒、ガレージ行って簡単なねプロテクターとかシューズとか履くのに、まあ、大体1分未満ですか。そのようにして、まあ、走り出すっていう手間をですね省いてるんですよね。どんな工夫をしてるかっていうと、バイクはもうパッと出せるように、置いておく。それとグローブももうバイクのとこに置いておく。でヘルメットもバイクにの近くの、ね、壁にかけておく。フロアポンプもねバイクの横に置いてるので、走り出すときにちょっと空気足らないなって時もその場で入れてパッといけるみたいな、ね、要するにもうすぐに乗り出せるような、まあ、配置でガレージ置いてるんですよね、まあ、それも毎朝のことなんで行動がね、弱まるのが嫌なんですよ。なのでもうすぐに乗り出せるようにスクランブル発進できるようにしてます。だから、まあ、よくね七代さんに今日乗れるとかって、お乗ろうぜとかってよくあるんですけども、もう本当にもうね、そうですね、電話があって5分で車に乗ってバイクも積んで、コースに向かってるっていうことがよくありますね。あとねもう一つね、気合に頼らないっていうのも結構大事かもしれません。なんかマウンテンバイクってね、さあ乗るぞ、週末乗るぞ、準備するぞとかなるんですけど、あんまね気合入れすぎると、まあ天気がねいざ悪くなって乗れなかったら、まあ、がっくりくるとかですね、なっちゃうんで、だから私の場合は、まあ、歯磨きする習慣に近いというか、朝起きたら仕事の前に乗るみたいな、いわゆる乗る時間と場所っていうのをほぼもうルーティン化しているっていうのがありますよね、まあ、それがベースにあるので、まあ、週末雨が降っても、まあ、まあ整備しようかみたいなね、もう淡々と乗るっていう習慣を作ることがね結構大事なんかなと思いますよね、まあ、そういった意味では、まあ、早起きして朝にライドする、まあ、これ別にダートじゃなくてもよくって、家の近くに河川敷があれば河川敷を走るでもいいと思うんですよ。あるいはねその公園が、まあ、ちょっとフラットダートだったらそれでもいいじゃないですか、まあ、自転車乗り入れ禁止とか別としてですよ。なのでそういったところで、まあ、地味なんですけども、あの技の練習したりウィリーの練習したりとかですね、スタンディングスティルの練習したりとかですね、まあ、マニュアルの練習したりとかですね、あるいはフラットコーナーの練習したりとか、いくらでもね、まあ、方法あるわけで、目標をちっちゃくして走り出す手間をねなるべくこうちっちゃくしてですよ、なるべく近所でですね、あの当たり前のようなルーティンを作るっていうね。でポイントはやっぱりね同じ時間にやるっていうことがポイントかなと思いますね。私の場合毎朝と、あとは今日みたいに昼休みを使って、まあ、走るっていうこともね、まあ、一つ例なのかもしれませんね。あとね、先ほどやる気に頼らないっていう話しましたけども、まあ、ちょっと言葉を変えるとですね、まあ、やる気がないからといって頑張ってですねやる気を出そうっていうふうにね自分で頑張らないのがね多分一番いいのかなって思うんですよね。ほら人ってどうしてもネガティブに物事って捉えがちじゃないですかね。意識しないと積極思考って生まれないと思うんですよ。なのでねついつい YouTube とかね
あとは X とか見てて人のね動画とか見てダメ出しとかしたくなってくるわけなんですよ。まあでもそれもね人間の本能としては仕方がないのかなと思います。もともと人間ってほら Fight or Flight っていう言葉があるんですけども、敵と遭遇した時には戦うかそれとも逃げるか、戦うかっていうのはファイトですよね、逃げるっていうのがフライトなんですけども、まあ、どっちかなんですよね。だから現代においてはこの戦うっていうのがいわゆるこうダメ出しにつながってるのかなって思うんです、個人的には。なので、まあ、そこはねちょっと気をつけないといけないなと思うんですよね。あとねこう他人に対するダメ出しとかだけじゃなくて自分に対するダメ出しも結局ネガティブバイアスなんですよね。頑張ったらねライドが上手くなるっていう遠い目標に対してですねメリットをねあんまり感じなくなって、ついつい目の前のですね快楽を求めてしまうとかねいう風になっちゃうんですよね。本来はねライドすればいいものをまあちょっとパーツ買って満足する、でだからどんどん買ってしまうみたいなね、一向にね行動を起こさないってことになりかねないと思うので、ちょっと気をつけないといけないですね。自分へのダメ出しもなるべく避けた方がいいかなと思います。ダメ出しするぐらいだったら自分のライドを動画へ撮ってみてね、で自分の中で評価して、あここの部分もうちょっとこうしたらねうまくいくかもしれないなっていう仮説を立ててですねトライしてみる、これは OK だと思うんですよ。改善するためにまあ挑戦するっていうことはですね多分プラスにつながっていくので、あ自分はダメだなと思うとかってね、そういうことが多分一番あのマウンテンバイクは続かない要因になるんじゃないかなと思います。なので他人へのダメ出し、あとはね自分へのダメ出しもですねなるべく避けていきましょうね。まあ、世の中には縁というのがありますけど、ご自身がねやっぱポジティブであのマウンテンバイク向上したいなというね前向きな気持ち、マウンテンバイクを楽しんでる方の周りにはですねまあ多分自然とあのライダー仲間が集まってくると思いますので、まあ自分自身ね積極志向でいるっていうことも結構大事なのかなと思いますね。じゃあそろそろ3点目いきましょうか。3点目はですね他者からの力を得るということかなと思います。まあ、人によってはこの他者っていうのが一緒にね週末ライドを楽しむ仲間、ライド仲間っていうこともありますし、まあ私の場合は一緒に平日練習してるようなまあライバルと言った方がいいかもしれませんけどね、あのライド仲間ではあるんですけども、お互い切磋琢磨してまあ高め合っていくっていうような存在の仲間っていうのはすごいやっぱ貴重なんですよね。やっぱりね黙々と科目に練習していてですね自分の課題っていうのがあって、それに対してこう向き合ってる人が私の周りに多いですよね。うまくいってる点を理解した上でより良くするためのね改善策とかっていうのをまあ具体的に話の中から伝えてくれたりするので、そういった仲間からの気づきとかがむちゃくちゃやっぱ大きくって、まあ、それで今の自分のねライドがどん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 こう深まっていってるとこあるんですよね。まあ、自分の中ではこういうね今日みたいな平日みっちり練習して、であるいは仲間と一緒にね平日みっちりとライド技術について語り合いながらね練習するっていう濃い時間もあって、で日曜日になったらね祝日も含めて、まあ、グループライドでイベント的にモチベーションを上げていくっていうこの2つのバランスをね保っているっていう感じで、まあ、続けられているのかなと思いますね。はい、ということで あくまでもね個人的な見解であって、まあ、これが皆さんに当てはまるかどうかっていうと多分ツッコミどころ満載だと思うんですよ。いやそもそも在宅勤務じゃねえしとかね、昼休みにライドできる環境でいいですよねと、まあ、いろんなご意見あると思うんですけど、小さな行動に何かねつながれば、まあ、嬉しいなというふうに思います。まあ、いろいろね偉そうに語りましたが、あくまでも個人的な妄想として受け止めていただければ嬉しいなというふうに思います。ということでねまとめていきたいと思います。まあ、この3年間マウンテンバイク熱意を持ってね続けられた理由の一つっていうのはですね、なるべくね即行動をするということですかね。即行動するためには目標をね小さく持つということと、すぐに行動できるように手間を省くということですね。よってまあ気合に頼らないようなねルーティンを作るというような習慣化、そして2点目が無理にやる気をね引き出そうとしないっていうことかなと思います。はい、そして3つ目がですね他者の存在から力を得るでしたよね。まあ、視聴者の皆さんの中にはいやそれがねライド仲間がなかなか見つからないんですよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、さっき言ったとりあえず行動に移せばトレイルで誰かと出会うかもしれません。その出会いをきっかけにどんどんね仲間が広がっていくと思います。一人で練習して黙々とね、自分を磨くこと、
自分のを客観的にライドを評価していって成長していくこともすごく大事なんですけども、それプラスですね、アドバイスをくれる仲間をねどんどん増やしていけばですね、ライドはもっと楽しくなっていくと思います。はい、以上3点でした。ということでトークはこの辺にして、今からね走り込んでいきたいと思います。まあ今日はソロなんでね、もし転倒したとしても誰も助けてくれる人がいないので、安全なライドを心がけていきたいなと思います。では皆さんもね、週末楽しいマウンテンバイクライフをお楽しみください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。